陸上自衛隊広報センターは埼玉県朝霞駐屯地にある陸上自衛隊の博物館である入管無料陸上自衛隊について歴史、組織、防衛装備等多角的な面から解説し日本国民に対する広報活動を行っているマスコットキャラクターの陸軍から名前を取った陸軍ランドという愛称でも呼ばれているなお英語での交渉は ジャパングラウンドセルフディフェンスフォースパブリックインフォメーションセンターとなっている。2002年4月に浜松市の航空自衛隊浜松広報館佐世保市にある海上自衛隊佐世保資料館に次いで開館した陸上自衛隊最大の広報施設である。90式戦車や89式小銃をはじめ地下式書を再現するなど陸上自衛隊の装備類をほぼ網羅している。 服装や装備品の体験コーナーや射撃シミュレーターなども置かれ疑似体験ができる。オープンシアターでは通常の訓練風景や国際連合平和維持活動及び災害派遣の様子を放送している。2010年7月23日に来館者100万人を達成した。 国道254号に面した朝霞駐屯地の朝霞門から入ってすぐ右手にある。館内にはアーミーショップ桜という売店があり、菓子やグッズ等の土産品を購入できる。2020年春に一時閉館してリニューアル工事を行ったが、工事完了後も新型コロナウイルスの感染防止のために同年6月26日まで閉館していた。 6月27日の再開後は、電子メールによる事前予約制で見学を受け付けている。2009年には、行政刷新会議による事業仕分けにおいて、参議院議員の連邦が入場料の有料化を提案したことで話題となり、それまで1週間で2600人ほどだった、来館者数が約1.8倍の4700人にまで増加。 1>, 1日の来館者数が2000人を超える日も出るなど注目を集めた。戦術の事業仕分けにおいて入場料を徴収するよう指摘されたことを受け、2010年11月1日より有料制を実施したが、有料化に伴い入場者数が激減したなどの理由から、同実験は2011年2月1日付をもって終了し、その後は入館無料。 展示車両等は、用途廃止車両として、全国の中屯地等に保管展示されていたものである。展示車両には試作車もあり、舞台配備されている量産車とは、細部が異なっている。屋外展示風景偵察用オードバイイベントホールで、の音楽隊の演奏会、1階、2階、屋外展示風景屋外展示されている銃、式戦車の名盤新部打つ記念館現在の、 朝霞駐屯地に1941年から終戦まで存在した旧陸軍横菓士館学校の資料を展示する記念館。駐屯地校内で広報センターに隣接しており、広報センター経由で時間帯限定で見学が可能。ありがとうございます。